ゃる。どうもどうもどうも。拍手まで入りました。はい、四国旅行の途中でございますが、珍しくてか久しぶりにリアルタイム更新です。今日走ってきたんで、それさっき作ろうかと。そう。やっぱ私たちはその日のうちに出すっていうのがあれやもんね。そうそう。もう四国のやつはまあぼちぼちやっていきますということで、今日は。千葉でございます。久しぶりに在来線で輪行したな。せやな。でもなんかディスクの輪行も慣れてきたな。慣れてきた。今日のメンバーは、武田さんとヒルトンさんの4人で走りに行きます。久しぶりや。機密に集合して。久しぶりやけどでも別に珍しいメンバーでもないよね。そうやな、なんか一面感あるよな。結構走ってるもんな。そう、このメンバーは割といつも走ってるメンバー。ただいつも通り TT が武田さんと大学がバトルするから4本。でも今日は3本か。あ、4本登ったけどバトルは3本やって。そう。まずは観音山。全てのライドの中で一番きついライドがこれ。なんか見えたトムズサイクリング的な人がいました。なんかびっくりしたな。めっちゃびっくりした。こんなたまたまあると思って、で今から TT やから一緒に行くかとかって、なんか一瞬だけ予備呆然としてたもん。一瞬だけ映りました。叫んで去っていった。なんでっていうのが背後から聞こえてきたけど、確かに昨日俺らとのここで走ったライドが上がってたもんな。トムズの方から私たちめったにこっち来おへんからびっくりしたやろね。そう、お忍びで来てますんで。終わった。加納山1本目、ここは私が取りました。おお、1本目取った。仕上がっとる。結構作戦取ってたもんね。そうそう、勝負に徹しました。武田さんと走るときはもうほんまにだいぶ仕上げてくるからな。レース以上に仕上げてくる。で加納山終わりまして、綺麗な展望台に。行くかと思いきや、まずこの足腰の神社に。そう、まずは足腰神社に。ここに行ったからかな、なんか今日最後まで走りきれたの。お、じゃあこの神社すごいやん。足腰神社やから。足腰神社にしかも小銭がちゃんとしたのなくて、そうそう、結構大サービスしたもんな。大サービスでやったからそれがあれかな、足腰丈夫になりますようにってお願いした。だいぶ丈夫になってきてるもんな。丈夫になって、太もも太なってます。太なってます。これでブロンズ取れるんじゃない？取れたらいいな。武田さんにもだいぶ強いって言われてたもんな。うん。これを自信に。やったー。たださらに強い女子がいます。いやもうな、みんな強いんやって。この人はもうママチャリで渋峠登る人やからな。意味分からへんな。自走でやで、しかも。そう、しかも登るだけちゃうもんな。登って実家から降りてまたどっかまでね行ってたもん。そんな男でも無理じゃん。無理。なんか女性って何なんだろうってちょっと思うぐらいの性の差ってあるんかな。ヒルトンさんめっちゃフォーム綺麗なのよ。めっちゃ綺麗よな、スルスル回して。目的地1個目着きました。目的地の1つ目は佐川でございます。佐川っていう温泉カフェ。温泉カフェって言ってスッと入ってくる人おる。温泉カフェです。でも1回出てきてるからこの。そうやな、確かに。あ、これ今から1回そう開店と同時に入ってやってますかって確認してからチャリ止めて並んでたもんな、俺ら。そう並んでた。開店前から。3分前ぐらいに着いたから。そう。でも店主の人にな、これ行けますかって言ったら、あ、いけるよみたいな。そんなずっと待ってるやつおるんか。この店主の方めっちゃいい人やったね。めっちゃいい人やった。優しいおじいちゃんやった。そうそう、おばあちゃんもめっちゃいい人やった。おばあちゃんも本当優しくて可愛い人やった。で、この田舎のな感じで、おしゃれな。こんなんおった。そう、こんなんおった。途中猿とかもいっぱいおったよな、これ走ってたら。びっくりしたよ。な、猿と目あったとか言ってな。そうそう。猿の話めっちゃしてたよね。なんか神奈川で逃げ出した猿がなんか千葉まで来たとか。細かいなみたいな。で温泉カフェ。すごい雰囲気じゃないこれ。なんか湖かなんかがあんのかな。名前前忘れてもた場所のなんかなんちゃら湖の亀山湖かな。そう亀山湖や。そうあれを見ながら風呂に入れるという。先にその何食べるか注文して、で作ってもらってる間に風呂に入るっていう。どんな、すごい。一回の説明ですっと入ってこい。でも一回大学と武田さん行ってたから前。そうそう。あそれでなんとなくこう。みんな2回目やろ見るの。あこれはもう入った後やな。入った後や。そう風呂でさっぱりしてきました。きた何でしょう。わあ美味しそう。鴨鍋でございます。鴨鍋にしました。よかったな鴨鍋食べれて。じゃ肉入ってた。こういう鍋ってそんなに肉入ってないやん。確かになんか過剰な入り方してたよ。すっごい量やったよ。すごい大サービス。肉の量やばい。武田さんがなんか獅子鍋と豚のミックスみたいな頼んでたけど、これもすごかったよね。これもなんか色も良かったよな。味噌味でね。味噌煮込みうどんに醤油。そう。せなあかんって言ってな店主の人が。あれなんか一口。あそうや舌打ちしよった。いやなんかやるわ。お店の人がなんか取り分け用の皿いりますかっていうかいやいらないですって言ったけど、持ってきてくださったのでしゃあなし与えました。もらいました。鴨鍋も食べました。お店の人もなんかごまと交換したらいいや。ごまと交換。ごま。サルカニ合戦的な発想で。あ、出た会計の場所の前に金魚が。金魚を騙してます。いらっしゃいました。うわ、可愛い。可愛い。可愛い。従ってくれた。従ってくれたから。そういう可愛いね。後輩とか手下的な可愛さね。あ出た。こんなお土産もあります。そうお土産がこういう斬新な漬物。一回加納山で追い込んでその後風呂入ってご飯食べるっていうなんかもうこれで終わりでええんちゃうみたいな。ここで帰りたいってみんな言ってたもんな。だってもう一回これで終わりやんっていう。こっから峠3本登る意味いやーきつすぎたわ。精神的につらかったな。まだ序盤でこれやったもんな。うんそうそうそう温泉カフェそうであそこ良かったよね。なんか泊まりもできるみたいなあそこでまた合宿するかみたいな。晩ご飯がすっごい美味しそうやったんや。そうそう晩ご飯めっちゃ美味しそうやったね。あれなんか登ってるように見える。登ってこれ大福山登ってるとこちゃんか。あーそう登っていってるとこや。出た。ああこのグラベルロードが。大福山のグラベルロード。すごい今見てもヒヤヒヤする。武田さんがアジリストがパナレーサーの新しいタイヤパンクするんちゃうかって言ってたけど全然耐えてた。大丈夫やったっていう。アジリストってあれ180gかなんかで軽いのに。じゃ軽いよな。パンクもこんなガタガタ道でも大丈夫でした。出たパンクはなんか日頃の行いやとか言ってた。あそうや。ヒルトンさんの。チェーンが落ちた。チェーンが落ちた。ここから大福山は展望台行かず。展望台行かずただ通り道やったのこれ。行ってもしゃあないというすごい悲しい理由で。なんでここ通ったんやろ。ただ登らされたという。登らされたしかも別にバトルでもないか今ゆるゆるでもないけどね。そうそう。3倍ぐらいで登った。この後また TT がねんな。斎藤坂。あ、そう斎藤坂というところで。坂本坂か知らんけど。そう3キロぐらいの 3.5キロぐらいの坂やな。何坂？あれ斎藤坂。あ、斎藤や。そう 3.5キロで平均勾配よく 4.6%。おお。獲得標高163m。でも割と下りもあったりしたから。そうやな。登ってる時のシャドウは割ときつかったよ。確かにそうやったな。7、8ぐらいあったんじゃない？ぐらいはあったな。そんな気がするな。あ、可愛い電車通りました。めっちゃ遅い。めっちゃ遅い電車。めっちゃ遅い。思わず遅ーって言ってた。そう、遅ーって言いながら見てました。ここあれやな。そう、登る前に武田さんが毎回なコースプロフィールを教えてくれる。絶対にカメラ目線をしない武田さん。言ってたな。絶対カメラ目線だけはしてやらんぞと。神経や。いつかカメラ目線でピースさせないと。ピースさせようって。ここは武田さんが月1で、最後スプリントかけて到着やったけどほぼ武田さんの方が後ろから出たから1秒ほど武田さんが早かった。武田さんが刺したんや最後。そうだから1勝1敗です。最後の加納山は持ち越し。あなたたち2人もなんか、うん、君はヒロトンさんの背中を見ながら、背中を見ることしかできなかったけど、一応背中は見続けれた。今まで見れんかったもんな。今まで背中一瞬で消えてたけど、最後まで見続けることができました。確かに一緒に走ってる感がやっとあったまあないけどさないけど、一緒には走ってないけど。始まった、これ鹿王山のラスト。これだから女性陣を先に行かせて5分後ぐらいにスタートします。こっち側シャドウきつかったな。そう、こっち側はな、あの表よりシャドウがきつい。距離は短いけどな、 3.5 キロぐらいで。あ、そうやね、2キロぐらい短いね。そうそうそう、その分シャドウはある、うん、きつかったわ。あ、映されてる、登ってます。だ俺も TT 中にこれを取らなあかんから割としんどいよこれ。いや、そうやな。ではこいつ取ってるわーって思って。そうやね、そう、ちゃんと取っとかなと女性陣の TT 中も。お父さん全然しんどくなったぞハイキングか私後ろでめっちゃヒーヒーなってんのに。なんかこの辺にあったホテルが綺麗やったとかなんか。あ、終わったよ。あ、終わりました。ここは私が指しました。なので2勝1敗と。どこら辺で勝負ついたん？ほんまにラストのちょっと何やったかな、鹿王山ラスト頑張れみたいなセグメントのとこ。結構早いなんか早く見える。早く見える。君が走りながら、そうそう、走りながら取ったからな。取ったからクリート削って、そう、クリート削りながら。あー、綺麗。ここからの景色も綺麗やから、ヒルトンさんがここから写真撮りたいって言って。あ、ここは綺麗やったんか。そう、一回写真撮りに戻って。あ、それでか。そう、ここで撮りました。で、これが展望台。あ、こっちも綺麗ね。そう、こっちも綺麗。ここは絶景よな。そう、あんまない景色よね。なんか低い位置にこう山みたいなのがザーってあるな。で、なんかずっと武田さんの声が聞こえる、あの解説の。この2人は走り終わった後ずーっとなんか勝負の振り返りをもういつまでもベラ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 と喋ってるから、ここで寒なってくるよな、喋りすぎてどこで仕掛けたかとか、この時どんな気持ちやったかとか、そう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 、どんな作戦やったかとかをもうずーっと喋ってる。俺もよう喋るとか言うけどさ、武田さんめっちゃ喋るよ。武田さんめっめっちゃしゃべるめっちゃしゃべるもう2回言うためっちゃしゃべるめっちゃしゃべる。お、なんかやっとる。なんか今日あんま映ってないもんな。今日私、そう、ここでさ、私、あ、ようやく映れたと思ってポーズをしました。なるほどねそう、でもなんとかついてきて、ようついてこれるようになったわ。いやー、ほんまきつかったよ。でも大進化やな。特に最後はもう最後の鹿王山に「うわっ!」なんでやねん、なんかお決まりのやつや。なんでこうなの、しかも長いし、この確かにこのセグメント長い。あ、もう無理無理。あギリ今のね、チャンネル登録者数10人は減ったと思う。確かに自分の頭がおかしなったんかなと思う。私やったらもうこんなチャンネル見るかいっつってきつわ。見る価値のない毎回なんかやっとる。またちょっと匠しようと思った。匠しようと思ったよな。恥ずかしくなってやめた。いや、そんなことあるやろうと決心したけどやめた。そう、あ、終わりました。終わり、はい、終わり。お、ここからバイバイ。彼ら2人は車で帰って、我々は輪行で帰りますと。あ、なんかハートマークが、ハートかわいいよね。どうこうとか言って似合いのキュンですの顔ちゃう真顔あ、出た、牛。島沢牧場一回も行ったことない。あ、帰ってきたもん。帰ってきました、ゴンちゃんです。帰ってきたよ。今日朝ゴンちゃん登場してたっけ？してたよ。あ、ごめん、おたふくの何アームカバーと一緒に。そうやそうや。あ、今日オタフクのアームカバー使ったんだよ。めっちゃ涼しかった。あ、ほんま、すごいねあれ。私も今日オタフクのインナー着とったんよ。圧倒的に涼しい。よかったです、めちゃくちゃいい。あ、ほんで帰ってきて30分後ぐらいにツイフトやってます意味わからん、なんでツイフトまたやんねんっていうやつやな。まあ、今日はでもサリスのね、イベントやから日だったね。むしろその日にこんなギリギリまでライドすんなよっていう方なんやけど、逆にちゃんとやらなあかんのはこっちやから。そう、みんな許してくれましたありがとうございますあ、ゴンちゃんもサリスやってました。ゴンちゃんいつもここにおるから。